はい、ですね、今回はこちらのこれですね、手羽先ですね、これの開き方をやりたいと思います。塩焼きになんかする場合にね、もちろんこのまま焼いてもいいんですけど、ちょっと身が厚いので火の通りが時間がかかるので、開いて、火の通りを早くする、時短料理の、下ごしらえみたいな感じですね。それをやってみたいと思います。まずこちら手羽先ね、皮の方ではなくて裏側ですね。そして手羽ここに中にね骨が2本入っているので、その間にこの関節のちょっと下ぐらいからね包丁を入れていきますね。そしてここにも関節があるんですけど、これをちょっとこううっと切っておきますね。そしてまずこっちにね細い骨があるので、この骨と身の間、骨の上の部分ですね、この骨の上に包丁を入れて身と骨をこういうふうに剥がしますね。そしてこちらもうっと包丁を骨の上の部分に当てながらこういうふうに開きますね、こちらね。そしてこちらは太い骨がありますね。これも骨と身を剥がすようにこういうふうにですね。そしてここ少しくっつきますので、ここは包丁を入れてこういうふうに開きます。はい、こうすると塩焼きなんかにするときにね、すごく時間を短縮して焼くことができますのでね。あとですね、ちょっと違う話なんですけど、厳密に言うと手羽先というのはここの部分ですね。これを手羽先と言いますね。そしてこの部分、身がたくさんついている部分は手羽中と言います。そしてこの今ないですけど、このさらにこっちについている部分ですね、ここを手羽元と言いますね。正確にはこういう名称ですね。あとですね、まあこれでいいんですけど、こう開いた時にここの部分がいらないという時は、ここに関節があります。ちょっと白くなっててポコッと盛り上がってるところがあるので、ここに包丁をこういうふうに入れますね。すると簡単に切れます。そしてこうするとね、これはまたね、スープなんかするときにね、出し取ったりできるんで、置いといてくださいね。こうすると、簡単に出刃包丁でバーンとかこうね、骨を切らなくても簡単に切れますんでね。もう一度やりますね。ここに包丁を入れて、骨と身の間に包丁の先を使ってね、こういうふうに開いていきますね。はい、こちら側も。骨と身の間に包丁を入れてしっかり開きますね。そしてもしここがいらなければ、ここの関節、白い部分ですね、ポコッと盛り上がっているので、ここに包丁を入れると簡単に出刃包丁で叩かなくてもね簡単に切れますので、はい、これが手羽先の開き方です。